はい、今日ね夕方の分としてね、6.5 キロ魚を、ね、用意したんですけど、ペロッとね食べてしまいました。今日一番魚を食べたのがこのギンギンっていう子ですね。何個食べたかな、 1,2,3,4,5,6,7,8,9匹、9匹もね魚食べました。今だいたいね今日持ってきたアジが 60g ぐらいはね1匹ありますので、654g ぐらいですか、500個ぐらい食べてますけど、ペンギンさんっていうのは体重がね4キロぐらい、4キロの人が、まあ、500g も餌をね1回に食べることができます。かなりの、ね、大食感です。普通鳥っていうのは空をね飛ぶためにいつもね体をね軽くしておく必要があるので、たくさんね一度に食べることはできませんけれども、ペンギンさんはね飛ぶ必要がありませんので、1回に餌を取りに行った時に逆にたくさん1回で食べれるようになっています。ですので1羽が 500g ぐらいもねペロッと1回の食事で食べることができます。でこれでペンギンのね食事タイム終わりになるんですけど、最後まで、ね、聞いて見ていただいたみんなの中でね、おじさんにペンギンのことでちょっと質問聞いてみたいことある人いらっしゃいますか。お兄ちゃんどうですか、しましまの黒と なんか2色の色があるって、ペンギンがあるけど、その2色の色のペンギンのでペンギンはどうして2色なんですか。あ、ペンギンさんはどうして2色が、まあ、ペンギンさんでいろんな模様があるペンギンいてますけど、ジェンツーペンギンもフンボルトペンギンも他のペンギンも大体お腹のところが白くて背中の方が黒い色をしていると思います。それはどうしてかっていうと、こうやって海の中、ここがね、プールが海と思ってくださいね、海の中に入って泳いでるとペンギンの敵っていうのは、まあ、お空から飛んでる大きなワシとかタカとか大きな鳥か、もしくは下から狙ってるアザラシとか、サメとかいうことになるんですけれども、海の中でね下から見上げると上に太陽がありますから色が白い方が見にくいですよね、見分けにくい。で上から見ると海は濃い色してますから、空から見ると黒い方が目立ちにくいということで、敵からね目立たないように下が白で上が黒になってます、ペンギンの模様は。はい、他に何かご質問ある方いらっしゃいますか。